はい、あ、やばいやばい、切れた切れた、うわー危ねー、怖っ、よいしょ、やばい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 、うわー怖い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 、うわー、はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はですね、お父ちゃん一人でこのオキュラス GO というですね VR ヘッドセットを紹介したいと思いますね。はい、このオキュラス GO、 なんとですねスタンドアローンの VR ヘッドセットなんだね。プレイステーション VR だと、このプレイステーションゲーム機が必要だったり、あとこのオキュラスの上位機だったらパソコンが必要だったり、もしくはね、スマートフォンをこう挟んで、ここでこう見るっていう VR ヘッドセットが主流なんですけれども、このオキュラス GO は、なんとこのヘッドセット内にディスプレイが内蔵されているので、これ一つあれば VR が楽しめるという素晴らしいヘッドセットですね。じゃあ開けていきましょう。まあただね、VR っていうのは、12歳以上だっけ？なんでエイシン君はまだできません。はい、じゃあ開けるよ、せーの、よいしょ、おおお、いきなりこうヘッドセットが入ってるんだね。あ、こんな感じ、軽い軽い。そしてこれがコントローラーですね。はい、こういうコントローラー。はい、これアイグラススペーサーって、これあれだね、メガネしてる人はこれつけてやるのかな。そうするとこう当たんないってやつかもしれないですね。電池とストラップが入ってましたね。あ、一応画面を拭くためのクロスかな。説明書とマイクロ USB のケーブルですね。このマジックテープでサイズ調整するんだね。これはいいですね。ピリピリガンで撮りましょう。ピリ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 。はい、で、こちらがレンズですね。剥がしてみましょう、ピリピリを。で、まず必要なのはコントローラーの下を引き抜きます。下の穴からストラップを通して、突起があるので、ここに引っ掛けます。で、この部分に炭酸電池を入れます。そしたら蓋を閉めると。よいしょ、はい、閉まりました。これストラップつけとかないとね、なんかゲームやるときに飛んでっちゃったら大変だからね。はい、今日ヘッドセットつけてみましたけれども、こんな感じだね。あのね、この鼻の部分が結構開いてるね。だから下から光が入ってくるけど、それ以外は真っ暗ですね。よし、じゃあ電源を入れてみます。はい、起きた、おお。私ね、プレイステーション VR は、おお、なんか音鳴って、うわ、すごい、めっちゃ音いいんだけど、ここら辺になんかね、スピーカーが入ってるみたいですね。プレイステーション VR はね、僕やったことがあるんだけど、この、ね、画質がそんな綺麗じゃなくて、正直に買う気が起きなかった事実なんですよね。でも、おお、あ、綺麗かも。あ、これでやれと。あ、できてるできてる。録画中になりました。こんな感じで今見えております。すごいね、ネットフリックスがあったりとか、すごいね、この360度のジェットコースターとかもあるんだよね。これ、楽しそう。あのね、無料コンテンツもいっぱいあるみたいなんですが、私はね、このゾンビのゲームを買ったので、ちょっと後でやりたいなと思いますね。まず一回なんかネイチャー系見たいね。これかな。プレビューしてみましょう。おお、すごいよ。おお、船の上に乗ってる。え、ちなみにね、こう立っても何も変わんないですね。この首の動きだけ。あ、なんかいてるなんかいてる。おお、こっち向くと、あ、ちょっと変わっちゃった場面が息苦しくなってくるね、水の中ね。はい、じゃあちょっと戻りましょうか。はい、戻った。こんな感じ。すごい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 。はい、じゃあもう一個やってみたいなと思うんですね。この、オリンピアルーピング360ローラーってやつ。ジェットコースターだね。これ見てみたいなと思います。おお、スタートしたよ。おっと、あ、これは下がないね。下がないけど、ちょっと待って、僕ね、高所恐怖症だからね、ちょっと待ってね。結構、結構すごいね。こう思わずなんか立ち上がっちゃいそうになっちゃうけどね。あ、ヘッドセットバッテリーがなくなってきてるけど、うお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 う、結構迫力ある。うおあと、うおうちょ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 、いや、これちょっと普通にこうそっとこう、すごい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 、うおあああ、でも横見回せるよね。あ、でも やっぱいくらか G がないからね、ちょっとなんかすごい感覚的にね、この浮遊感が一瞬あるんだけど、でも大丈夫だね。 G がないから
怖くない。あのこのゾンビのアプリに入ったら録画が止まっちゃったので、1回チュートリアルが終わった状態です。今ね、じゃあゾンビの群れを倒しに行きましょう。プロローグが終わった。あーそうそう、拠点、じゃあちょっとこの野菜嫌いってやつ行ってみようか。はい、じゃあプレイしますよ。はい、結構なんかね、もう鳥肌立っちゃうね。近くまで来るからさ、ゾンビが。あ、来た来た。あ、びっくりした。はい。はい。大丈夫ここ。十二ね。はい。なになに。ちょ。あ、ありがとうありがとう。これね、移動は自動ですね。あとはこうやって。あ、来た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 、ほら。で、下に銃をやるとリロード。怖い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 。OK。すぐリロードしておいた方が、痛い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 。はい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 。OK。うわ、まだいるまだいる。はい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 。うわ、怖い。怖かった。大丈夫、後ろとかいない？あ、来て来て来て。はい。何これ。はい。ちょっとホークとか持ってないでよ。うわ、近い近い近い。はい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 。あ、やばいやばい、切れた切れた。うわー、危ねー。怖っ怖っ。あああ、何、うわ、やべ、半食らっちゃった。これ撃っていいの？オッケー。あー、ブレイク、危ね、危ね。おい、どりゃそりゃそいや。おい、まだ来るまだ来る。はいはいはい、危ね。3を放つ前に頭。おい、なるほど。はい、頭ね。いやー、怖い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 。うわ、気持ち悪い。あ、来た来た来た。頭ね、頭を。はいはい、オッケー。やばいやばい、よいしょ。後ろいない、来た来た来た。こう、なんで近づくんだよもう。はいはいはい、どれ。はいはい、やばい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 、わあわあわあ、怖かった。まだ、おっと、よいしょ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 、まだいるまだいる、よいしょよいしょよいしょ、やばい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 、うわ怖い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 、うわやばい、食らった。怖いって、近いんだもん。はい、よいしょ、 OK、 こっちにいるよ、よいしょ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 。死に損ないでよ、なんて。よいしょ、よいしょ、オッケー。うわ、揺れる。うわ、なにこれ。ちょっと待って。あ、危なかった。いや、ボスだよね、これね。いや、ちょっと。何にもないのね。下行かなきゃいけないのね。あー、よかったー。こんな感じだよ。あ、2.5 スコアね、ベストスコア。はい、いや、怖かったね。はい、それでですね、今ストアを開いてるんですけれども、このオキラスストアではですね、1000以上のアプリがあるみたいなんですね。なので、まあ、さっきのね、ゾンビのアプリ、まあゲームチャンネルでもしかしたら続けるかもしれないんですけども、他にもですね、面白そうなアプリがあったら、あのゲームチャンネルでやりたいなと思います。いやー、それにしてもここまでね、ゾンビが来るとめっちゃ怖いね。ブラウザーっていうのは、あ、ブラウザーがあるね。これで YouTube とかも見られるんだね。 YouTube いけるかな。あ、いけるね。あ、すごいね。はい、こんな感じで YouTube の画面を映すこともできんだね。すごいね。要はこの目の前に広がる大画面で YouTube を見ることもできるみたいです。
ですね。素晴らしいね。はい、ということで、このオキュラス GO を今後も楽しんでいきたいなと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつものとこに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。